やあやあ、地球の諸君、元気にしていたか。いつもはベイブレードしか登場しないが、今日はこちらのモンストのガチャを引きたいと思う。さて、今4周年爆絶感謝ガチャが来ているな。前のジャックなんとかってのが全然引き運が良くないから、この私がわざわざ来てやった。それと4周年人気投票ガチャもあるな。こっちの方が先の方がいいかなと思う。4周年人気投票ガチャ、ガチャロー。華やかだな。いくぞ、ストライクショット。宇宙人のパワーで、どうしたの？中心化まで行くの？あ、神化か、これ。あ、神化でした。神化まで行った。やった。持ってなかった。アーサー持ってなかった。素晴らしい結果だ。ただ本当はパンドラが欲しかった。では、このガチャはもうできないので。では、4周年爆絶感謝ガチャを引きたいと思う。これは闇狙いだな。闇で行こう。ガチャ、4周年爆絶感謝ガチャ。キャラクターを一体選べ。どれを選べばいいんだ。パンドラはいないな。イージスとハーメル、これ持ってんだよ。え、なにこれ。長胸、長胸、わかんない。もう一つはケットシーカー。最後が紫式部。迷うな、これは。どれにしようかな。友情コンボにスピードアップもあるから紫式部にしようかな。このキャラにする。本当にこのキャラでいいです。これで出てくるのかな。この演出いるか、これ知ってたし。了解です。ちなみにこの子は、あ、神化してるのね。ということで今回は4周年爆絶と感謝ガチャ引いてみました。私としてはね、アーサーが出たのが良かったかな。でもパンドラが出ない。パンドラボックス、パンドラボックス、アンドラボックス。ということで今日の動画がもしよかったなとか気に入ったなと思った方はいいねボタンを押してください。そしてぜひお友達にも教えてあげてください。それとチャンネル登録もよろしくお願いしますてください。ということで今日は宇宙からお送りしました。宇宙人でした。さようなら。またね、地球のみんな。